えー、2021年5月の13日、えー、雑談配信です、えー、今日は DTM 作業をするかもしれません後半、ね、あの音量の調節もこっちも気使いますけどもしあ,のあまりうまくいかないようだったらつまみをちょっと小さくして、えー、いただければなと思います、えー、何の話からしようか暗い話からしますか あのー、イスラエルの方で、えー、ガザ軍だっけ、えー、ガ,ガザ地区で、あのー、ミサイルが飛んでそれで、まあ、ミサイルの欧州合戦がやってるとあ昨日の話ですねでそれがまあ携帯電話で撮った映像がまあ世界に拡散されて僕も見たんですけど まあ恐ろしいね、夜にこうヒューンってこうミサイルが飛んできて、で遠くからミサイルが通ってく飛んでくるのを迎撃ミサイルがあの発射されて、その迎撃ミサイルがその飛んできたミサイルを生き残らず撃ち落とすというね、あ座標計算とか全部やってこ、こビゃンと飛ばしていくんでしょうけど、あのもう戦争は今、そうなってるのかと。 イラク戦争の時にテレビカメラがこう戦争の状況をライブで伝えるということをやりましたね。あの戦闘機に乗ってる白黒の映像が我々がニュース映像で見たりっていうのがあったんですけどそこから今度はそれぞれ個人が携帯電話を持ち携帯電話のカメラから撮った映像から戦争の片鱗を我々は知ると。そして戦争で使われる武器の,その 進歩であったりとかを知るというねいやすごいなと思って何だっけ名前、えー、メモしてたんだけどあのミサイルの名前は何と言ったかああこれね見た瞬間にメモしてたんですけどアイアンドームアイアンドームですよすげえなと思ってどん,どんなもんなんだろうなと思ってさ調べてみたらさ本当にただの降車砲みたいな ロケットがこう12問こう入るだけのロケットなんだよね。これがこう地面にロックオンされてえ必要最小限の軽量化が図られた人の大きさこれぐらいでこれが飛んでしかもそ,そ,その軌道がやっぱりもう完全にミサイルを目指してさ迎撃するミサイルを目標にしてヒューンってこうカーブを描きながら飛んでって空中で夜だからさそのロケットロケットじゃないミサイルが の光がさこう見えるんだけどそれが当たってこう花火みたいにパーンとこう弾けるところまでまあ克明にね、えー、誰かの携帯で撮った映像で、えー、見れるというねいやこれはすごいなと思ってでねそのこなんだあそのだからある意味これはその広告としてもす,すごくてあ,あの こ,こういう技術があるんですよとかこういうのを装備してると、うん、だからね日本ももしかしたらこのアイアンドームを買えばいいって思うような人が出てくるかもしれないしすごい時代だと思ってね怖い怖いと思ってそれでいて日本のあのー、あれでしょ自民党の誰かがーかなんか衛星でもうその ミサイルの軌道を捉えてで座標を計算してであとも発射ボタンを押せば勝手に追尾してくれるっていうようなやつらしいので撃たれたとか今日撃ちそうっていう時にもう配備しておいてあ来た来たぞっつった後にこに後出しで押してもその街に被害が。 まあ、みんなこうね避難してあの携帯電話を持ちながらこう頭を抱えてこうう地べたに寝そべってるっていう感じの状況とかもうなんかあの携帯取ってる場合じゃねえよって思うんだけどだけどその例えば平和な日本であってもみんなこうね食べた料理をカシャってと取る感覚で今起こってることをそのまま携帯電話が取れるから。 いやーでもそれが今現代なんだなと思ってね消しからんって思ってましたけど結局そういうとこからそのリアルな情報というかうフィルターのかかってない情報というのは逆にそういう。 普段人が使っているものから発信されるものになりつつあるんだなと思ってねまあも,もちろんそれはね拡散するにはインターネットがつながってないとどうしようもないんですけど中国みたいにこう閉鎖してたりすると何も出てこないんですけど、うん、イスラエルはその辺はあのこういうのも外に出して我々は悪くないんだっていうことの宣言も込みでね相手はテロリストだっていうけどそれもどうかなって思ったりもするわけで。 それでね日本の人が我々の心はイスラエルと共にあるっつってちょっと炎上してるとかさあー大変だと思ってやっぱ日本は平和ボケしてるからその何年か前に北方四島の端っこに行ってさなんかロシアからこの領土を取り戻すべきなんですよ戦争すべきなんですよとか言ってた酔っ払いおじさんの話とかさ。あーあの <laughs> あんまりだから事情がわからないところにこう突っ込んでいくの日本よくないんじゃないのとは思ったりとかしながらただやっぱり現状携帯電話で撮影された映像が鮮明に SNS にほぼ同時刻に上るというのは恐ろしいもんだなと思ったりそのニュースは一切日本のニュースで報じられないというかあの <laughs> テレビのニュースで何にもやらないんだなと思ったりとかしてますね。 なんか国内で起こった殺人の人の話とかさそ,のそ,そんなんばっかりやってるからいやーなんだかなと思ったりとかした次第です、うん、ただやっぱりこう戦争がね、うんえー、すごいなと思うのと、うんまあ、あと今日本がコロナというものにコロナ禍である中がまるで戦時中だっていう話があって、まあ、たまに僕も例えで出しますけど。 そのツッコミでさ、あのー、あれ、あのー、この戦時、まるで戦時中だっていうふうに言う人は、どうせその戦時中生きてないっていうようなツッコミを入れてて、まあ確かにそうなんですけどね、あのーあのー、も,うもう結構皆さん80、90になってるから、そのとそ当時を知る人はね。 死んでる人もいっぱいいるだろうし、まあ、伝えられることもないだろうし比べるんだったらもうそのじじイばばアどもが声,声に出して言うんだったらまだ説得力はあるけれども戦争を経験したやつじゃないやつがまるで戦時中だなんていう言葉をこうね覚えたての言葉のように使うのはいかがなものだろうかっていうふうに言ってるんだけどまあでもやってることはどん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  市民の自由がが奪われて政治が主導してしかも何も解決せずにずるずると先延びする感じはまさに戦時だなと思うんですがあの経験したやつだけものをしゃべれって言うんだったらやっぱり。 喋れなない人の方がほととんんどになると思うんですよねもちろん学校の勉強とかあーいろいろ趣味で調べたものの知識だけで喋ることも危険なんですけどもんなんだかなと思いましたねなんかそれで論破してるつもりになってんのかなと思ったりとかいたしますどうせ人,人間の寿命と健康に生きられる寿命なんて40年か50年なんだから その間に世界がより良くなるように知識を共有するなり過去から学ぶなりいろいろしていけばいいんじゃないかなと思うんですが結局人間は過去から学ばないので致し方ないのかななんていうふうに思ったりとかいたしました。いやでも本当ねこのアイアンドームの映像はねまるで昔あの,あの皆さんが知らない 頃のゲームで空から爆弾が降ってきてそれにレーザーポインターを当てて基地を守るというゲームがあったんですねタイトル名前わかんないけどこう爆発のエフェクトがすごいかっこいいゲームが昔当時アーケードであったんですね、えー、まるでそれみたいだなと思ってねパトリオットミサイルとかの頃よりも精度が上がっちゃってるからな、うん、本当なんかゲーム画面見てるみたいで だからプレステ5のゲームであんなリアルな感じのやつがまさに再現される時代も来るであろうなと思ったりしつつ本当に見てる感じがあーゲームっぽくて、えー、人間の技術が向上すると非常に無駄のない、えー、無駄のない消耗戦がこうやって繰り広げられるんだというのがちょっと勉強になりました。 もうもう兵隊集めてなんかするとかないんだね人が何か動くっつったらもう完全にあの自爆テロみたいなそういうものにしか使われないのかもしれない、えー、ドローンとかあ戦場に投入するロボットとかああその話はちょっと僕詳しくないので申し訳ない対等の人に聞いていただければと思いますゴリヤマさんこんばんは、うん、インベーダーとあのゲームでは まあ下,か下にいるやつを守るとか基地のアイディアとかはそうなんだろうけど時代的な背景でどうなんでしょうねインベーダーゲームなでインベーダーからギャラガが生まれてギャラクシアンが生まれてえーということでありますわんなシューティングゲームが生まれシューティングブームが生まれそしてシューティングは衰退して格闘ゲームブームが生まれ、えー えー、昨日カプコンの岡田さんの YouTube をちょっと見たから影響もされてますね。<laughs> 昨日はガンダムの連邦 vs ジオンはどうやって生まれたかっていうのをえ岡田さん岡野さん岡本さんか。岡本さんだねありがとうね。岡本さん視点だけでの話をまあ勝手な言い分だなとか。 全部この人過去の栄光を自分の手柄にしてやがんなとか思ったりするけどまあ大借金もしてその大借金も返した人だからまあそこそこ言わせておこうかって思うんですけどまあ話半分に聞いた方がいいですけど面白いですねああいうゲーム開発に関わってた人がまあ自分の口で何か言うっていうのは本当岡本さんはあれだね調子乗りのバカだなって常に思ったりとか。 あとトップに立つのには向いてないのはもうねゲームリパブリックで証明されてるんでやっぱりあの人をコントロールするお金持ってる人がパトロンで、えー、後ろでお金出してゲーム作らせるというのが一番ベストなんだなとは思ったりとかはいたしましたねまあそんな感じであーなんか時代が逆行してる感じがとてもしますけど戦争が進化してゲーム化して、えー、今ようやっとその ススペースあミサイルコマンドかありがとうございますそうなんですよあれはすごいね最後に爆発して G エンドって出るのとかすげえおしゃれなんだけどでもまさに今本当に戦争で G エンドが出そうな感じなのですげ怖いなとかイスラエルは怖いなって思ったりとかいたしますなんで なんであ,あそこの土地で頑張ってんだろうなってたまに思うんだけどねイスラエルの人はねあ,あすいません DTM 今日やる予定なんですけどその前にちょっとだけ雑談をーゲーム絡みであのドラクエの話をどうしてもしたくてでそれをやった後にドラクエの DTM をやるという,う,う予定です、うん、雑談ちょっと待ってもらえればなと思いますね、えー、ってことはやるってことか 雑談だけけけして終わわろうううかかななと思ったけどそういいういにもいかないじゃあ、行きましょう。じゃあ、話を急いでね、戦争の雑談を以上で。ドラクエ 12, 12がですね、Twitter のトレンドワードに載ってて、わーと思いましてね、え、マジで発売されるのっていうので、あのーちょ、ちょっともうね、つられました。つられてクリックしたら、え、わか <laughs> ミサイルで8はい。うん、あ,あそれは全然知らない。8万286がわからないのでちょっとわからないんですが申し訳ない。うん、80286。あのね僕割とそのイラク戦争の頃ってほに概要でさテレビで白黒映像を見たっていうような記憶しかなくて。 あと戦争自体にもすごく興味がないし、えー、武器とかもあんまりわからない人なんですけどなんかあるんだねその80286というやつがねその,もうそ,その話が通じないっていうだけで僕はもう武器オタクでもなんでもないということでご容赦いただければと思います。えー、今日の配信は、 あの演奏してみたタグで配信撮ってるので演奏しねえとなあと思いますね。うーんほう、うん。あペンティアムの前のおーコンピューターが乗ってたとはあそうですかじゃあ今は何が乗ってんだろうまあ携帯電話にねえ 乗ってるチップのが高性能なわけですからミサイルに載せてもいいわけでね、うん、でも高くなるのか爆発させるものにレアメトルをどれだけ載せるかっていう、うん、ことにもなるしな難しいねその辺はねああそうそうそうだからアパッチヘリコプターじゃないんですよ僕らはアパッチ野球部ですよ <laughs> 侍ジャイアンツですよすよ、ね、えー、まあそんな中で「ドラクエ12」の話をとっとと終わらせようかなと思うんですがこれね「ドラクエ12」の話じゃなくて5月29日の12時に堀井ー二が出演して「ドラクエ35周年」のインタビューをしますと。でその時に新作ゲームの発表がありますよっていうのの。 12時っていうのと「ドラクエ」っていうのが合体して <laughs> それでみんなきり立ってじゃあ新作で「ドラクエ12」が出るのかなとかあー「ドラクエモンスターズ」の続編が出るのかな新作出るのかなとかあーそのなだっけビルダーズ3が出るのかなとかっていうのを今一生懸命この SNS でね予想して書いてる人がいるから。 これがトレンドワードとして上がってきたらしくて、騙されたと思ってさ、存在しない、まだまだ確定情報の何もないドラクエ12という言葉に踊らされるのが、本当ね、アパッチ、アパッチといえば野球というねあ、のあのジーンズといえば太陽に吠えろというねそ、のその世代の人が騙されるんだなと思ってね、非常にけしからんと思いました。以上です。<laughs> <laughs> ええまあねあの真剣な話からあのそうでない話まで、えー、ごちゃ混ぜにしてお送りしてますが今日最後の『雑談』は『キャスルバニア』あーシーズン4が今日からネットフリックスで公開されております、えー、僕はまだ見てません何で見てないかっていうと僕が見ようかなと思った時間帯にはまだ配信されてなかったからです <laughs> 今自分もうさ配信されてんじゃないかなと思うけど あれは本当ねまあだ日本時間が基準で0時に配信する動画だったら全然いいんだけど、うん、まあ多分どっかの向こう時間が基準になってんだろうから、うんね、夕方とかにならないと見れないんだよな「チェー」なんて思ったりとかしてねこういうところでちょっと格差が生まれるけどしょうがないあの時間がこう切り替わるのは太平洋のど真ん中で切り替わるからあのあ 日本が一番最初にこう時間的にね早く日付が来たとしてもそれは関係ないんだよとなるのは致し方なしだなと思ったりとかいたしました。しょうがないね、こればっかりはね <laughs> 日付変更線がいかに早くても日本だけちょっと何時間か早く Netflix が見れるわけでもない。あと その人気のコンテンツとか人気のタイトルがそのまあ日本はそんなにキャッスル版には行ってないから見やすいとは思うんですけどこうアクセスが集中すると動画が時々止まったりとかするからそれは嫌だなぁと思ってさそこが一番ネックですねこう配信日になった時に「いの,の一番に見たいんだ」っつってさカクカクの映像でさそれでも早く見たいんだっつってさ あのと泊り泊りストレス感じながら見るよりはみんながちょっとばらけてあ特に1日目が集中しますからその一日目はあえて時間を置いて見ないということもんであでゆっくり自分の時間を作って見た方がいいかななんていうふうにちょっとシフトしてありますこれはもう胃の一番に見れないんだったら別に2日後見ても3日後見ても3年後に見ても一緒だろうって話なんで。 えー、それだけでもみんながこういろんな情報にわっと集中する例えばうんうん今だと「ウマ娘」のゲームのアップデートなんかあるとアップデートが終わった時にいち早くこうアクセスしようと思って携帯一生懸命タン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 ってたたいて何回もこう更新をするとかねあとまあねニュース関連で言うとやっぱコロナの。 ワクチンの受付ですよね。電話はすぐにだつながらなくなるし、インターネットもつながらなくて、えー、サーバーダウン状態というようなことがずっと続くというねあの。しょうもないなって思ったりするあ。みんな諦めればいいんですよ。諦めればいいのに、もう夜中になるまでずっとつなぎ続けて、何時間も何時間もつなぎ続けてみたいなことをやるわけ。それは何かって言うと、やっぱ昨日もしゃべりましたけど、我先に。 自分だけが助かりたいといとう人がだからこういう時に思い出すのは逸話ですね。あの、雲の糸という、まあ童話じゃないですけど、昔話があって、悪いことをしたあ明日かだっけという、あのー、悪党が、でも生前に一回だけその人間じゃなくて雲を助けたと。 で、この雲を助けたということをお釈迦様が見ていてじゃあこの人に一度だけ地獄から抜け出すチャンスをしようとあげようとあ死んでから地獄に行ったんだねあっああたしだっけ明日かだっけ明日かはもののけ姫だったような気がするのでちょっと違うかもしれないーで、クモの糸を垂らして、 ね、自分がこう這い上がろうとすると地獄の亡者どもがわらわらとそのうう雲の糸にすがって後ろから登ってくる「やめろやめるんだお前たちは登ってくんじゃねえこれは俺のために降ろさる」「あかんだったかそうかあかんだっただね明日かじゃないねありがとうございます」「ありがとうございます」うん「あ俺のために降ろされた糸なんだからお前らは登ってくんじゃねえ!」って言った時にこう ちょうど天国と地獄の中間のところでプツンとこう糸が切れて結局カンダタはあこう地獄で、あのー、生,きな生きなければというか、うん、暮らさなければいかなくなったという逸話があるんですがそこに群がる亡者は決してモブではなくそれぞれにやはり意志を持った人であったものと考えるとまあそうなるだろうなとそれを現実世界でやっぱり ネットフリックスの動画であったりコロナの受付であったりウマ娘のアップデートであったりでやはり確認するというかどうしても我先に今すぐこれをやりたいこれが欲しいそしてそれを利用して今度はその安く仕入れて高く売る転売ヤーというものが生まれたりとかね でもやはりその転売屋が存在するのは需要があってこそ作り出されるわけで転売屋を悪く言う人というのはあの僕は実は信用してないですね。認証もダウンししまたああほんとミクの認証ってなんだ初音ミクですかミクの認証もダウンしました。 なんかそういう新曲が発表されてみんなが聴きたくなってそれでえそこにアクセスが集中してダウンしたとかそんな感じだからやっぱそのああ,ああそれもダウンしたんだああみんなが欲しくなって初音ミクをなんか今安売りしてるんだっけ初音ミクを買うとうスタジオワンがついてくるんだっけ スタジオワンを買うと初音ミクがついてくるんだっけなんか今キャンペーンやってますよね。そ,そんなんで認証がダウンしたとかそういう感じなのかなそれとももっと前の話なのかないやーもう人は醜い。なぜこう我先にというね。後からでもいいやと思う人はもうそこに参加してないからいないんだけど、どれだけ我先にというのが多い,だ多いのかということですね。あとその 転売屋を悪く言ってる人を僕は信用できないというのは何かっていうと僕の経験上そのあの転売屋をものすごく嫌って定価で売れとかあの転売屋に協力するなって言ってる人が自分が転売屋始めるっていうのを見てるので <laughs> あの儲かるんだって分かった瞬間にその悪く言ってた,た転売屋をの 自自分自身がなってしまうという、ね、悪く今まで悪く言ってたんだからそれに対してのあれはないのかってそれはもう全て自分の自分が儲けることが儲けられるという、ね、ことが分かった結果う他人が儲けるのは気に入らないだけどう自分が転売屋やるのは構わないっていうような人を見てるので、ね、過去にいたんですね知り合いにそういう人がね。 あの元から転売屋やってたりする人はもうなんだろうねあの純粋に金儲けしたい人なんだなと思うからはどんな悪いことしても金儲けがしたいとかね、えー、その他に買いたい人がいるから買い控えをしようなんていう考えを持ってない人なんだなって思えばいいんだけどその他人を悪く言っておきながら同じ他人に実は自分もなっているという人を見るとそれは転売屋が憎くて言ってるんじゃなくて。 自分が得をしないということに怒りを持っている人であるから全てがそういう人だとは思わないんだけど転売やけしからんって言ってる人を、ね、僕はね信用しないですね、えー。転売やけしからんって言いながらもっとけしからんことをその自分の仕事でやってたりとかするかもしれない。しかもそれを無自覚に。 えー、この仕事をすることで実はあ第三国で人が死んでるかもしれないということもでも自分が殺してるわけじゃないから罪悪感もなければ何もないと自分は精錬潔白だと言いながらあー実はこう大仏にまみれた生活をしているのだという自覚もやはり持った方がいいんじゃないかなというふうに思ったりとかいたしました、えー、なのでゆっくりともうもう今日から 2、3日中に見れればいいかなと思うのがキャスルバニアシーズン4でありました。楽しみですね。えー、じゃあ、というわけで雑談が終わりましたので、ここから DTM タイムに入りたいと思います。えー、今、ドラゴンクエストのオーバーチャーです。オーバーチャーですね。あの、除去。あー、ごめんなさいね。この配信する前にカレー食べたんです。手作りのカレーを。 今日からカレーなんで1週間ぐらいカレーなんですけどいややっぱ自分で作ったカレーは美味しいね食べすぎちゃうね <laughs> うなんで自分でカレーを鍋で作るともう一杯食べたくなるんだろうなと思ったりとかします一杯のカレーじゃ済まなくてもうもう半ライスと半カレーになるのはあれあとで気持ち悪くなるの分かってるのになんでやっちゃうのかなと思いますけどやっちゃいますね ごめんなさいそれでちょっとゲフとなりましたほいで、えー、皆さんに今日お願いしたいのは、えーまあ、今からドラクエの DTM をやるんですけど、あのーまあ、音の違いとかリズムがここはちょっとあのワンテンポ遅れてるとかいうのが分かればいいなと思ってますんで で、今回僕が作るのは、えー、初代「ドラゴンクエスト1の」の、えー、公共組曲版の序曲ですだからみんなが聞き慣れてないフレーズも出てくると思うんで、えー、公共組曲「ドラゴンクエスト1で」で、えー、皆さんも調べていただいて原曲を確かめていただければなと思います知らないまんまここが違うとか言わないように <laughs> あの混乱しますんで じゃあ一回試しに流してきてここまでできたよーというのを聞いてください音量バランスの方あの大きい小さいとかあったら今のうちにコメントしといてください えー、とりあえずここまで作りましたとりあえずあのドラクエ1といえばですね僕はこう軽快で軽々しい音楽がとても好きなのねあのー、あれなんですよファミコン音源もできるだけ取り込みたいと思って今アレンジをしてるんですがオープニングの,あの一番最初のところあそこにバグパイプを入れました、あのー、いろいろ楽,楽器を試したんですよあのアラブの楽器とかいろいろ <laughs> でもやっぱピンとこないので 一番ちょっとしっくりきたのが、実はトランペットじゃなくバグパイプの音。だから、ドラクエはもうちょっとアジア寄りのものだと思ってたんですけども、イングランドとか、ああのア,ルゼンアルゼンチンじゃねえや、あのー、イギリスの北の方の民族音楽の方があ近いんだという結果になりましたね。これはちょっと意外でしたけど、バグパイプを入れたらちょっと、 ちょっとだけこうファミコンのベンベベン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 のファミコンのドラクエ1だけ音色が違うんですけどそ,その音色にちょっと近づいたかなと思ったりとかはしてますでこっから今度は楽器を増やして、えー、裏メロディーであったりとか今のところ弦楽器と管楽器のパートしか入れてないんですけどうここにあのピッコロとか笛フ,フルートとかあ,あと何あ,あの 弾くやつことじゃなくてなんかでっかいポロロロロンってなるやつーハープとかを入れていく作業に今回はなると思いますよろししくお願いします。 多分耳コピとあとまあ楽譜を頼りにあの配布されてる楽譜があるんでそれの通りに打っていけばいいだけだとは思うんですけどまあちょっとここが違うよとかここのメロディーがあーオクターブずれてるよとかあまああればその都度言っていただければなと思いますほいで何コメントが来てて何ゲーム音楽は一通を作った以来だなっつってね この放送に小城雄三が来てるぞ <laughs> そんなわけはないんだけどいつ頃作ったんですかねそれミーディーで作ったのが何なのかまあイースは結構いろんな人が作っていろんな音源がインターネットにありますけど難しいよね結局 PC98 とかの あずるな、ね、あ、ズルナね。まあ、それがお、音の素材としてあればいいんですが、ズルナってあるのズルナ、VST。VTI だっけ ?VSI だっけ ?VST だっけ ?VSI だったような気するな。VST か。 あった、珍しいエスニックな音源ギター弦なんだね聴いてみましょうああ軽快ですねあずるないいですねあ,ありがとうございますじゃあこれ後でダウンロードして使ってみようと思います、うん、ダウンロード時間かかるしね あのあのしかもこのソフトにまた取り込むのに時間がかかるんでずるなねありがとうございますうんいろいろ試したんだけどねまあでも民族音楽っぽいんだよねドラゴンクエストは基本的にうん 割とその色がどんどんそのオーケストラによって消されていくしゲーム音楽もオーケストラサウンドを採用して今の「ドラゴンクエスト」の音楽が出来上がってるんだけどうんやっぱりねそのオーケストラはオーケストラって綺麗な楽曲なんですけどやっぱ100%染み込まないんですよねいやこうじゃないんだっていうのをずっと長年30年以上ドラクエの音楽聴きながらー常々思ってる。もちろんその オーケストラアレンジされたやつもいいんだけどやっぱ例えば「ドラクエ4」のジプチーダンスとかはさ、あのー、ジプチーの持ってる楽器でさやるべきだと思うしさあなんかねそ,その辺がね、あのー、ドラクエにはドラクエの統一感を目指したものがあるんですがいや実際こうだろうこっちだろうっていうのが。 あってでもそっちだろうっていう方向のアレンジ音楽っていうのがないのでじゃあ自分で作るしかないなというので、えー、やっておりますドラクエ12が出るあ前に序曲だけでも完成させようかなと思ってこれとアレフガルドの曲と ドラクエ1のエンディングの曲ぐらいが作れたらいいなとは思ってますけど今ちょうど僕はお尻の調子が悪いのであのー何もしないまんまもしかしたら終わるかもしれませんけどヤマハの音楽用のチップの音でしょはぁ<ー>、えー、ん何のいやん、ヤマハの音楽用のな僕の言ったことのどこに反応してんのかがわかんないし今回タイムラグがどれぐらいあるかわかんないけど あーヤマハで楽譜を出しているからそれにあったように楽譜をあそういえば、あのー、近年近年つってももう23年前ですけどその杉山浩一が手書きで書いた楽譜というのがまあ、見つかってネットに公開されててでその楽譜通りに実は「ドラクエ」の曲を打つと違ってる「ゾーマの戦闘曲」とかがあー違ってる何だっけなそれえっ、ー、と だからファミコン音源の方がだから最も原曲とされてるファミコン音源が杉山浩一が意図した音楽ではなかったというのでゲーム機の音楽部分はヤマハのチップああファミコンに入ってる音源チップの話かああそう,いうそういうことかありがとうございますやっと理解したああ な何のチップが入ってたかは知らないけどファミコンの音は良い音はいが鳴りますよねあのスーパーファミコンになってからチップがあのー、変わってあのー、楽器の音色の幅は広がったんだけど僕は実はファミコン自体が持ってるあのー こもった感じのの音源というのがあまり好きではなくてただあのこもった感じはオーケストラに非常に向いててうまく使った崎本さんが作ったタクティクスオーガーの曲とかは本当にゲーム音楽が一番名盤なんじゃないかなと思うぐらいいいんですけどでもやっぱ大体の音楽がこもってて今「スーパーマリオ」をファミコンで遊んだ後に「スーパーマリオワールド」遊ぶとやっぱあの 音源は非常に豊かなんだけど全部のスーパーファミコンの音源がこうこもったように聞こえてしまいますねだからファミコンそのものが持ってるあの殴りつけるような強い音楽というか音の強さという意味であのファミコンの PSG 音源その中にヤマハのチップが使われてたんでしょうけどあれは素晴らしいなあなんていうふうに思い でまあ、杉山浩一が用意した楽譜と結局プログラマーがその楽譜を見て打った時に楽譜の打ち間違いがあってで、えー、杉山浩一が本来書いた手書きの音符と比べてファミコンはどのようになっているかでだけどもうみんなファミコンの音源で慣れちゃってるから今正しい音楽を聞くとそっちの方が間違ってるんじゃないかという論が出てきてしまうというね。えー <laughs> でまあその出てくる、まあ、やヤマハならヤマハが出したドラクエのピアノで練習しましょう曲もそうなんだけど年々アップデートされたりとかその音色が変わったりっていう部分もあるのでここが違うとか言い始めた時の根拠を示していただけるとこっちもやはり、えー、直しやすいかなと思ったりとかいたしますほんでイースはいつ頃作ったんですか <laughs> ズバンズズバンバン ビャラババーバーバラバー。あ、ごめんごめん。ヤマハのチップってあれかあの、PC98 の FM 音源を鳴らすためのチップの方がヤマハの音源でしょって話で。よろしいんですかごめんね、僕がファミコンに書き換えちゃって申し訳ないけど。そっちか。そっちなんかもっと専門外だよ。僕はパソコン自体を持ってないんで。パソコンは MSX しか買ったことがないんで。<laughs> いとこの兄貴が持ってた、はい、あっどっちもヤマハなんださすが世界のヤマハあ,ーあれですねジャスラックと戦ってる場合じゃないですねそんなんねヤマハの音楽教室とジャスラックが戦ってるとか言いますけどあらよくない戦いだなと思ってますね誰にも得がないと思ってさあ,あれはちょっと本当と不毛だなと思ったりとかしてます さあじゃあフルートかピッコロかなんか用意しましょうかどっちで入れたらいいのかなまあ、最近はもうコンタクト一択ですねコンタクトもないあいうあでねうちのうちのこのアプリが良くないのはですね1曲音色を選択したはずなのに15種類のトラックが作成されてしまうという バグがでありますね。ああもうその時代ですか。もうその時代ですかご苦労様です。まあでも僕も僕の友達も MSX でベーシックマガジンとかに載ってるなんか音色のやつとか <laughs> MSX マガジンとかにそのゲームの曲が入るやつがあってで MSX2 プラスで音源が増えたときに音作りにはまって。 できたたらら聞かせれてましね僕が聞かせられたのなんだっけな無限戦士バリスだと思いますね。バッバラッバラッバラッバ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 ていうやつ聞かされてましたよ。毎週行けば曲が増えてて面白かったですね。楽しいんだろうなと思ってね。 あごめんなさいねもう30年前にそのいわゆる数字の打ち込みだけで音を作るっていうことをや,やってる人たちがいたんですで僕自身はやってなかったんだけどまあその,その,その当時の友達がねあのやってたりとかしたんですよ <laughs> あー昔みたいにインターネットがないからみんな雑誌だよりで雑誌見ながら あこう音を作るということをやってたんですね。懐かしいですね。<laughs> あれです。えっ、ー、と、時代的にはね、あの、ドラゴンスレイヤー英雄伝説とかが発売されてたあたりです。ファルコムだっけあたりが出してたんですね。それくらいの時代のゲームなんで、まあ、ついていけない人はついていけないと思います。申し訳ない。 じゃあドラクエの音を作りますかね、えー、頑張りましょう,うまずは音、ね、色でえーえー、ピッコロフルートピッコロこれかなあいいねやっていきましょう

パラパ,ッパラパーよょちょっと寄りすぎたね。 パララッパラう何,何パララッパラパララッパララッパララッパ

ラタタッタ,ッタタッタ,ッタか。

こうかああ違うんだ。

ただ、これだと、あのー、途中の変装部分がないはずですね。これで楽譜で入れると出てくるはずなんだけど、えー。あ、ヤマハが出してますよ、ちゃんと。ヤマハ以外に確か画像検索で出てきてるはずですね。えー、っとどれだっけな。 えとね、ちょっといっぱい出すぎててあの僕からあれなんですけど「えー、ドラクエ」「序曲」「公共組曲」「楽譜」で画像検索するとどれかにね全部が出てるやつがありますね、えー、これなんか YouTube の画像であるやつなのかなそうですね あごめんね。ちょっと画像じゃないけど、動画で、YouTube の方であったんで、こ,これで見てもいいんじゃないかなと思います。これだと全部楽器別に、あのー、やってるので、ただ今、ちらっと聞いた感じだと、音をわざと外してるところと、個人作成のやつですね、これは。うーんで、見れるやつがあるみたいですね。 だから文字で探されないときは画像で探せってやつですね。えー、というわけで、えー「パララッパララッパ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 」っていうのを打ちたいんだけどどうかな 移動するんじゃねえの <music> えーっとうん、あ,あ、もう音程が合ってない音程があってんねねねねああ違う合ってないのはここかでもほらストリングスなので でこれは低音のホルンですねこれかこれだねあこれドラムだえっあれいいあこれかトランペットこれか 出だし間違ってるこれでいいんだろう出だしどこが間違ってんの 合ってるんじじゃゃないののこ,ここじゃねえのあのねこれ僕もいろいろ参考で見ててさみんなさ楽譜のここが違うとか言ってんだけどさでもそのコメントで言ってる通りに直すとさ音合わないんだよねあれは僕が楽譜を読めてないのかコメント打ってる人がバカなのかどっちなんだろうっていつも悩むんだけどあたまにやってる時あるんですけどねあの間違い指摘するコメントにはもう本当なんか。 あの整合性を求めたいところなんだよね。最初って一番最初初っって一番こち <music> まあこれ多分バグパイプの音が邪魔なんだと思うんですけどバグパイプ消すと多分まともに聴けられると思うよ。 合ってる間違ってるこれ出だしってここじゃないのでここをさ本当なんかねあの C じゃなくて E だよとかって言われるコメントのやつ見てんだけど E に直すと変な音になるよっていうふうに僕は思ってんだけど。 多分楽譜の通りだといいなんだろうなとは思うんだけどじゃあお前それ楽器でいいで鳴らしてみろよというあれ音が違うぞって鳴らないのかなと思うんだけどそれは僕の音感が違うのかがわからないの途中かからら見てたから間違って,ると思ってああごめん合っ,てます合ってたよかったいやもうねしょうがないねまあそういうとっかかりでね、あのーまあ、まずそこからねいやいや仲良くなっていきましょう Uh, DTM でやってております演奏してみた<ー>い,い,いいんだよいいんだよただ本当にあのコメントはさあの打ったらさ取り返しがつかないからさあの間違ってても間違ってる間違ってますよの指摘がある場合もあるからね実はしょうがないんですけどただ本当謎でさその楽譜指摘中とかさ あのこういう DTM やり始めてからいろんなそのいろんな人の作ったやつ見たりしてんだけどあのすごいね難癖つけるコメントがね <laughs> ここの音がなんか違うとかさいや的確に指摘してやれよと思うんだけどであのでも書きたい気持ちもわかるんですよ。その聞いててその聞き慣れてる音源とその 違うっていうのがさ直感的に違うって思ったんだろうけど直感的に違うのは分かったけどさどの部分のどの、うん、音色が違うんだっていうのを的確にせめて指示しないとあのただ違うって言われてるだけで、ね、<laughs> かわいそうだな作,だ作って動画投稿するとこんだけ批判を浴びるんだなと思ってさすごいよくできてるなと思う曲とか聞いても。 すげえ叩かれるのねだだ今だと「鬼滅の刃」を歌ってみたとかさアレンジしてみたみたいなあ曲まああと今「呪術廻戦」かあの辺が流行ってますけどやっぱあるんだよね。ここがなんか違うとかさ「違う」っていう前にお前が作ってみせろよとか僕も思ったりはするので僕もそういうのを見てるからちょっとナーバスになってんだろうなと思いますけど。 うん、まあこんな感じでねでまあいろいろやるわけですがえっ、ー、とこの辺かな <music> ここがなんか合ってる気がしないんだよねパッパッパンタララタララパッパッパこれをもうちょっと上にあーやめて。 これをもうちょっと上に持ってきて編集しやすくしたいんだけどよろしいですかここにしか入れさせてもらえないのはちょっと困るなあよかったえー、っともうちょっと上でいいかあんま上すぎるとコンタクト混ざっちゃっては困るんだけど やっぱ違うんだよなだから「パララッパララ」なんだよ「タララッタララー」えー、っとだからこれを直すのでしかもあれだ「タララッタララー」これ全部いらないのかなの伸びるんだねなんか僕はビブラートを聴かせてるような気がするよ あ、違うこれがタラだったらこれでいいんじゃないかやっぱこの下に入るよな תכה תכה

かんなえ聞いてわかんない「ランランラン」「トリルがわからない」「トリルって何タララッタララッ タイミングが全然わかんないんだよなこうか早いんだよな多分なこんなもんかずれてるこれでどうですか でいいんじゃない なんじゃないの <music> 違う <music> あなんか違うな <music> <laughs> だからさ僕はほんと トリルががわからなないいででししょ。ょ。絶対音感がないでしょで今まで音楽の授業は3とかで通ってきた男ですよ。で自分でやろうとすると無理があるんですよ。これで心が折れるんですけどまあこう,こういうのでねちょっとずつちょっとずつ音とリズムを合わせていかなきゃ僕はいけないので楽譜を見て楽譜通りに打ってたりとかしないところがこれでバレるんですが。

誰かトリルを調べてもらっていい僕が調べた方がいいの僕が調べた方がよろしいんですか <music> <music> なんかこれだとはい 違う。へえ、違う。難しいわー。じゃあ、あトリル、しべ、調べるか、なんっすか、トリルって。トリル。え。なに。トリル、ミュージックビデオ。歌詞。かすれた声のまま。 消えた君は帰ららないから冷たい夜空のよう闇の中にんでいくことこれじゃないんだろうねで、えー、すか普通にトリルトリルウィキペディアあトリル何音イタリア語などのる音音楽における装飾音の一つ演奏記号を参照 トリル人、アルベルト・トリル、ポケットモンスターシリーズの技、トリックルームの略称。トリル、あった演奏記号、アジタード、カンタービレ、スタッカート、ストーリー・ジェンド、グラーベ、ラルゴ、ラルゲット、アダージョ、レント、アダジェント、アンダンテ、アンダンティーノ、 モデラート、アレグロモデラート、アニマート、アレグレット、アレグロ、ビバーチェ、ビーボ、ブレスト、ブレスティッシモ、テンポジュスト、テンポディバルス。あ、これ速度なのか。うん、あ、一定の速度を示すものって書いてあった。絶対的な速さを示すもの。速度の変化を示すもの。 うトリル、トリル。発想記号。いっぱいな。うト,リトリルはどれだアンティキュレーションを示す記号。ぬぬぬ反復記号。コーダ、フィーネ、フェードあ。あった、トリル。装飾記号、トリル。その音とその2度上の音を。 早く反復させて音を揺らす。ああ、この記号の上に変化記号がある場合は2度上の音を変化。じゃあ逆なのか。これがこういうことか。あなたが言いたかったのはこのトリルをちゃんとするためには2度上げないとダメですよという,こう、こういうことでよろしいのかな見やすいように。 あのちゃんと2度上げてるかどうかを今視覚的に確認するから。こうあえっ何な何やったのどっから飛んできたのこれ。ここ。ここをこういうふうにすることがトリルですよということでよろしいかな ?2 度上げるっていうのは音符の 1, 1つの線を1個上げるのが1度ってことでいいのかな ド2度上げるっていうのがまず分かんないからさクソ <laughs> と思ってますけど「ターン逆ターン」とか「ブラルトリラー」とか「モルデント」とか「ビブラート」じゃなく「トリム」っうのね「トリム」はいあー小鳥のさえずりのようになりましたね これはいいですね。えー、じゃあわかりやすいこ。これだと僕が編集しづらいので、こ,これぐらいにしますけど、えー。ありがとうございます。トリルね。普通にトリルじゃないかなっつって。トリルがわからないっつって。ほんで、えー、っと、タンタタン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 ,タン。はい。なななな。 タララタララータッタ,ッタンってな,なってんだけどタンタタンタンタン,タン,タン ターンのところで入らないといけないので。僕は一個遅いのかな、これ。うん、一個遅く入ってんのかな。そこは分かってないんだよね。 タン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 タタンタタン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 で入るんだなあらここかあははあここだで タンターンの手前で終わるからえーっとここかここで終わるからこの間っちょにこう入らなきゃいけないからこれでいいのかどうぞこれ音もうちょっと大きくないと分からんでないか あ,あこうだこうだああ分かったえー、でやっといった「タたタたタッター タッタッタン違うかチャチャチャここかえっ低くなりすぎでしょこれは。テレレッテレレッテテテ,テ。 ででここか。でてここじゃねえの。ででででででてててて。で 好，好，好 <noise>，好，好 <音 poured alive>，好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 。嗯？提拉里，提拉 まで低いの。本当。<laughs> そうだって書いてんだから、そうなんだろう。ちゃ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 。 あれ音が出ない。 てる気がしなあほんとにもうなんだろうな聞いた通りに打てるか楽譜見た通りに打てるかちゃんとあのな何かの才能が欲しいよ <laughs> だからね僕偉いと思うのこんなんでもずっと何かしらあのガリウスの迷宮もちょこちょこやってんですけど偉いなと思うよこんだけ音感がないのに頑張って作ってんだから。 多少なりともね音楽に才能があるといいんですけどねだ本当は僕も誰かに作ってもらって何か違うって言いたいんだよね <laughs> 僕が依頼したい曲と出来上がった曲に何かちょっと違うものがあるっつって具体的には何か言えないがって僕も言いたい <laughs> 変わんねえじゃん本当に コメントで何か違うって言ってる人と何ら変わらない <laughs> なんだろうね音楽の才能って何なんですかね知識なのかなセンスセンスまあ絶対音感なんでしょうな,そう,んなんそうなんですよだからこうやって僕は作る生みの苦しみを知ってるから割とその上でいろいろ言うからね えらいなと思うよ何かしら一応自分でやってみて大変なのを分かった上で批判するからえらいと思うよ優しさがあるね僕にはね <laughs> まあだからあれだね えー、とりあえず YouTube 分で頑張ってるのはこれぐらいにしてあとは少しおまけの時間としてニコニコ動画だけである程度完成させたり雑談したりっていうところに入っていこうかなあこ,これ以上いろいろやるとまた著作権がどうのこうの言われちゃうからとりあえずここまでにしときます YouTube の人はこれ、ね、チャンネル登録をお願いします うるせえ、バカ野郎っつって、ね。あの、チャンネル登録お願いしますつって。はい。いや、もうもう全くその通り。え <laughs> ら偉いよ、ああいう人って。僕は、その、ニコニコ動画で昔、あの、スーパーマリオブラザーズの曲を耳コピーしたっつってさ、パラッパパラッパ ジャーンとかいう、あの、有名なやつがあるんですけど、あの人、本当偉いなと思ってね、あの一番最初の動画、嘘なんじゃねえかと思うぐらいに、その後、メキメキとね、腕を上げて、星のカービィの耳コピとか投稿したりとかして、でもやっぱ素養があるかないかって大事でさ、本当はあの、スーパーマリオブラザーズのやつは、 あの多分今でも伝説であると思うんですが、まあ、まあまあまあ YouTube 終わらないので YouTube はとりあえずここでフルでとかリアルタイムで接したい人はニコニコでどうぞありがとうございました